英理事への刊書編上刊より、英理事への刊は、明治時代初めの1870年から1872年に、日本で出版された、初等教育の教科書、教材書である。古川松沢が書いた文を、内山秋山の筆で書き、八った雲が画を書いた。発行者は、岡田やか七。全八冊。この内絵を中心にした二冊については、 江戸時代からの絵イリボンと質的に異なる日本最初の近代絵本とも言われる。木版、和と字、一部に多色刷りのページがある。全8冊の構成は以下の通り。このうち書編の上下2冊は絵を中心にして詩を添えたものである。上官では、色派による平仮名の表、濁りの表、変体仮名の表を示した後で、最初の字が色派順になる詩を犬。 ろ、八ち、にはとり、ホタルヘビ等たとと並べて、さし絵を掲げ、それぞれに、ひらがなと漢字の名をつけた。その後は、天地、春夏秋冬など、基本的な詩を教えていく。下巻では、カタカナの表を掲げ、上巻と同じように絵に言葉を添えて示してから、様々な詩を漢字とひらがなで記す。続けて、な言葉、かえ言葉、様言葉など、文法用語を見出しにして、 さらに多くの言葉を並べていく。江戸時代からの手習いの本には、絵と並べることで子供に文字に親しませようとする、発想はなかった。英理事への感書編は、現代ある知識絵本の祖となるもので、近代日本の絵本史の起点と説かれるのは、この2冊である。しかし、制作者に絵本を作るという意識はなく、体系だって簡単なことから学ばせようとする。 教育上の配慮が同じ形式を取らせたものと言える。言葉の知識と文法の説明という二本立ては二編以降も踏襲する。明治三年という時代にあって、蒸気船、西宇系ズボンのような科学知識や西洋の知識に関わる単語を多く採録し、学ばせようとしたのは、作者の近代性、近代化への意欲を示すものであろう。 文法事項は巻きを重ねると内容コードになり、認証、核や自動詞、他動詞の解説に及ぶ。制作に当たった3人のうち、古川正夫は、慶応義塾で学んだ教育者だが、内山明。発行が開始された1870年は、未だ、寺子屋教育の時代であった。1872年に学生が発布され、翌年から小学校が、 全国に作られると、エイリジエの感所編が文部省に、初等教育の教科書の一つに指定された。ありがとうございます。